江別市で開かれた北海道小学生ラグビースクールジャンボリーには札幌や函館、帯広など道内各地のラグビースクールや少年団などに所属するおよそ60チームが参加しています。低学年から高学年まで3つのクラスに分かれ、ミニゲームの中でパスワークや走りの技術を披露するとともに交流を深めました。2019年以降、道内のチーム数や女子の割合は増加傾向にあるということです。イベントは明日までです。